元の新鮮なお野菜と、それを使ったお惣菜と、なおかつあのカフェという形でランチを提供している、ふきのとうです。妻の実家で、夕ご飯を食べるときに、お野菜中心で出るんですけど、その野菜がすごい美味しくて、じゃあこの野菜を福岡皆さんに紹介したいと思って、サラリーマンを辞めて農家を開拓して、こういう形になりました。ではいただきます。シャクシャクとしていてとても美味しいです。基本的には季節の野菜を使うということと、あと添加物保存料を一切使わないというのにこだわっています。木山の新鮮なお野菜と果物をぜひ皆さんに食べていただきたいと思います。ありがとうございました。